で次の大会までには技術面も追いついていって、ちょっとやっていきたいなと思って。なるほどです。あ、でもみんな動きをね、妄想かもよ。そうなんですよ、ね、そう、自分でも追いついていかないんですよね、自分に。いや、本当に波動っていう、なんとも言うことないんですけど、ゴーグルして、ロトビゴーグルして、ロトビゴーグルして、ちゃんの動きだけ確かに妄想の葵なんだよ。こんな感じで気持ちますけど、ちょっと楽しいですよ。いやー、最高なんだよ。なるほど、ありがとうございます。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 続いてのコーナーに参りたいと思います。続いてはフランコジュース。イエーイ。さあ、今日は葵ちゃんに。はい。はい。波動ビーストコロシアムで賞金1000万円ゲット。プラチナメンバーで体験会に参加したこともあるテクノスポーツ波動。参加型の YouTube 番組波動ビーストコロシアムでは現在 REC3 挑戦者を募集中です。ビーストと呼ばれる強豪プレイヤーを倒すごとになんと賞金が出ます。ファーストステージ10万円、セカンドステージ50万円、サードステージ100万円、フォースステージ300万円、ファイナルステージ1000万円です。1000万円、すごいですよね。負けた時点で全額は没収です。次のステージの出演条件ですが、今回募集しているレッグ3は女性限定です。なんと、なんと15歳以上の女性、 YouTube などで自身の映る映像が使用されることに同意できる方、7月21日日曜日のオーディションに参加できる方の3つの参考をクリアしてください。エントリーの締め切りは7月19日です。詳しくは波動の YouTube や Twitter をご覧ください。実は私も挑戦しようと思ってます。おー、すごい、おー、ありがとうございます。すごい、はい、すごい、参加しようと思って。出たい、出たい、出たい、欲しい。1000万円取ってグラチアの波動部を作りたいんです。あー、すごい、確かに資金になるね。あり余る資金だよ。何もできない。合宿しましょう。合宿、いいね、合宿して、ユニフォーム作って、そう、あとみんなのグッズも作って、一緒に参加する企画とかもやりながら、はい、合宿して、すごい、そうなんだ。勝ちに行きたいですね。ここの渋谷にも稼働ができる施設があるみたいなので、ぜひ皆さんで行けたら。スウェーデンである。
Thank you.
スイーツすごいマニアックでは。そんな田村選手の概念は他人よりも分厚いか丸かバスか。ありがとうございます。
丸に見えちゃう。
はい、なんとかね、今ね、選びましたよ、我々。せっかくだからさ、ね、私の使ってる
Thank you.
めっちゃ美味しそうなのあんだけど。